皆さん、こんにちは。日本を代表する女優であり、2022年はベストマザー賞も受賞した3児の母でもある広末涼子さんですが、ダブル不倫がスクープされました。今回は広末涼子さんの結婚生活と不倫の全貌についてご紹介いたします。広末涼子さんは人気絶頂の2003年にモデルの岡澤隆弘さんとの結婚、女優業に専念したいと早稲田大学を中退した2ヶ月後に結婚を発表。しかも妊娠も明らかになり、当時は大ニュースとなりました。当時は女優歌手として絶頂期の広末涼子さんですが、そのイメージや多忙さに相当のストレスがあったようですね。そこで妊娠することで一時休憩という手段を取ったのかもしれません。できちゃった結婚という形の広末涼子さんと岡澤隆弘さん、2008年3月13日には離婚をしてしまいますが、離婚理由については公式に発表されていません。そして現在の旦那はキャンドルアーティストとして活躍しているキャンドル・ジュンさん。お二人の出会いはハイチ大地震被災者支援のイベント。当時広末涼子さんはすごく辛かった時にキャンドル・ジュンさんと出会ったそうで、神様からの贈り物と感じたと振り返っていました。2010年に結婚、同時に妊娠を発表。二人の間には2011年に次男、2017年に長女が誕生しています。元旦那との間の子供も含めて3人のお子さんに囲まれ、幸せな家庭を築いているかのように見えますが、2014年には女性誌にて不倫報道が出ていました。お相手は俳優の佐藤健さん。双方は交際を否定するも、広末さんが佐藤宅を網タイツ姿で訪れ一夜を明かしたなどと書かれました。この時は致命的な写真は撮られておらず、離婚などにも至ることはありませんでした。しかし2023年6月7日、ダブル不倫が報じられます。実は今回の広末さんの不倫報道は今年4月末の時点では出るのではないかと予想されていました。その理由が朝の連続テレビ小説らんまんで予想外のスピード死去を遂げたことです。芸能プロ関係者は次のように語っていました。 NHK は清純さが必要な朝ドラの出演者にスキャンダルが出ることを嫌がります。母親役で悲願の朝ドラ初登場を勝ち取った広末があっという間に去る展開には違和感がある。芸能界では何らかの下半身問題が出る可能性があるから消えたのではという説も聞こえます。見事にこの予想は当たることとなってしまいました。不倫相手は代々木上原にあるフレンチレストラン塩のシェフである鳥羽周作さんです。ここで少し鳥羽さんについて詳しくお話しします。若い頃はサッカーに励み J リーグの練習生にも属していましたが、その後教員免許を獲得し小学校に教師として勤めています。5年間教師を続けましたが、31歳で料理の道に進みます。しかし筋肉質でひげ面な見てくれはシェフというより格闘家が近いです。それから約10年間厳しい下積み時代を過ごしました。眠気が来た時は自身の腕をオーブンに入れて焼くことで覚醒へと導いたという有名なエピソードもあるぐらい、その情熱は凄まじいものでした。そして5年前の2018年、鳥羽さんが40歳の時塩をオープン。客単価は2万を下らない高級店で、2020年からは4年連続でミシュラン一つ星を獲得しています。また経営にも力を入れており、5年間で系列店はすでに8店舗に上ります。鳥羽さんのツイッターでは店の宣伝や著書の宣伝などに加え、妻や息子などの様子にも言及していました。料理家の鳥羽さんですが、家では奥さんに料理を任せているとのことです。奥さんの料理にはかなわないともおっしゃっていました。そんな愛妻家の仮面をかぶっていた鳥羽さんでしたが、2020年3月下旬、広末さんがに来店したことで知り合います。2人はすぐに意気投合し、初日に LINE を交換したそうです。その約1ヶ月半後の5月16日、週刊誌フラッシュにて広末さんの車に鳥羽さんが乗り込む様子を抑えた写真が掲載されます。しかしこの日の報道はそれ以上の情報はなく、不倫を決定づける情報はありませんでした。ちなみにこのフラッシュ発売日もお二人は会っていましたが、鳥羽さんは広末さんに合流する前に
電柱の陰に隠れて待つなど工夫を凝らした様子でした。5月31日、再び2人は会っていますが、この日は広末さんを呼ぶ前に若手スタッフを呼び寄せていました。フラッシュに撮られて以降、言い訳できるように決して広末さんと2人っきりにはならないよう徹底していました。デートの際は若手スタッフが必ず付き合わされていたようです。それは外で会食の時もそうですが、ホテルのチェックイン、チェックアウトも必ず同行させます。とはいえ、多忙を極めるお二人はホテルに泊まっても、数時間しか共に時間を過ごせていません。6月3日夜9時半に都心の高級ホテルにチェックインした広末さん。その日の夜8時頃から鳥羽さんも同じホテルに滞在していましたが、広末さんはチェックインから5時間ほど経った深夜3時過ぎには大きなスーツケースを引いてチェックアウトしています。一方の鳥羽さんがチェックアウトしたのは朝の9時半でした。広末さんに果たして寝る暇はあったのでしょうか。このように密かに愛を育んでいるお二人ですが、関係者には離婚をほのめかしてもいるようです。広末さんは5月頃から事務所関係者に対し、とにかく早く離婚したいと話していたそうです。広末さんは以前から番組内で夫への不満を明かしていました。言いたいことを全部言うタイプではないし、全部言葉にすればいいとは思っていないとしつつも、心の中ではあなたは家事の全貌を知らないって思いましたと夫へ向けた心の中のつぶやきを明かした広末さん。自身はイラッとするタイプじゃないと言い張り、20年来の友人の AI さんもイラッとしているの見たことないというほど穏やかな性格だそうですが、でもそれがどうなのかなって自分でも思うようになってきて、喧嘩したくないし気分悪くしたくないから我慢していると。どうしてそんなに溜めてたの、その時に言ってくれたらいいのにみたいに言われると夫との会話を明かし、だから夫婦で言い合えるとか喧嘩できることも素敵だなってとしみじみ語っていました。溜め込んだ挙句、本人に何も話さないまま不倫ということになっているのだとしたら、キャンドルさんにとってはたまったものではないでしょう。一方の鳥羽さんも奥さんと離婚したい旨を周囲に話しているそうです。このまま不倫の果てに新たな人生に歩みを進めつもりなのでしょうか。週刊誌記者が広末さんを突撃したところ、かなり狼狽した様子でその全てを否定していました。一方で鳥羽さんに取材を行った様子は、そういう関係ではないとしつつも、正式に発表できることができたらちゃんと撮ってもらいたいと余裕の笑顔、透明感のあるまま女優の広末さんでしたが、このまま離婚から不倫相手と電撃再婚というニュースになることも十分ありえそうな空気です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではまた。